戸市にある医療施設茨城県メディカルセンターの1日人間ドックの受診者が50万人を超え、記念のセレモニーが行われました。水戸市笠原町にある茨城県メディカルセンターは40年前に茨城県医師会などによって設立された施設で、企業の健康診断などを受け付けています。38年前の1978年に1日人間ドックの検査を始めてから、受診者が50万人を超え、50万人目となった水戸市内の女性に、県メディカルセンターの石光俊幸常務理事から記念品が贈られました。大変驚いてます、はい、やはり受けることで1年安心して生活ができる、それから受けることでこれから明日から自分は何を気をつけて生活していったらいいのかな、運動、それから食事、そういうことを考えていけるという意味では、やはり検診というのはとても大事なものかなとは思っています。はい、これからもですね、医療機器の更新ですとか、あるいはアメニティの更新、女性フロア、脳ドック、そうですね、それから高齢者の検診の導入などですね、受診者の皆様の要望に応えられるように健康診断を続けていくように職員一同考えております。茨城県メディカルセンターでは、健康診断を通じてさまざまな健康寿命を伸ばす取り組みを進めています。近年は生活習慣病やがんの予防に力を入れているということです。